Unknown Primit。 というわけでね、本日 Steam にて配信されました、あ、話題のですね、脱出系のホラーゲームをね、やっていきましょう。こういうの初めてなんですけど、どうなんですかね、遊び方。このゲームの目的は迷宮の出口を開いて脱出することです。出口を開くためにはレバーを必要な数下げる必要があります。レバーは開かない扉の奥にあることが多いです。開かない扉をダイナマイトでは爆破しましょう。しかし大きな音が出るので注意してください。出口がわからなくなったらアイテムを活用しましょう。コンパスや護身体が役に立ちます、ということでございます。財宝とかあるけど、やってみよう。チュートリアルはさすがに、チュートリアルノーマルしかないでしょ、さすがに。金属探知系、迷宮内においては金属ではなく不思議な力を宿して財宝に反応する。すげえ、欲しい欲しい。さあ、脱出系はね、なかなか俺苦手なんだよね、ホラーも混ざっちゃうとね。某国某砂漠にて新たに発見されたピラミッド、通称アンノンピラミッド。これほど大きなピラミッドがどうして未発見だったのか。まるで突然現れたかに思える。そのピラミッドを調査すべく調査隊が結成された。日本にもピラミッドがあるって話有名ですよね。はい、あなたはその調査隊員の一人だ。他の隊員たちは周辺の調査を行っている。その間に装備の確認をしよう。かしこまりまして、走路。出して。で、しゃがみをちょっとトリガーにしたんで、ホールドじゃなくて、ちょっと俺の小指が死ぬっていうことに気づいたんで、あとは、こっからやっていくかな。アイテム落とす。フラッシュ。まあ、ちょっと今、何をすべきなのかわかんないけど、とりあえず帰ろうか。それでエンディングにはならないのか。しゃがむはトリガーにしたから、俺の小指は少し安定している。ダッシュはスタミナがつきもの。で、フラッシュライト。電池いるのね。電池いるのね。ヘッドライトをつけた状態で長い瞬間強力なフラッシュ。しかし、電力を大きく消費し、再度ゲージが溜まるまでは使用で、溜めてくれんの？よくわからんけど。フラッシュ。なんかいっぱいある。取るのはインタラクトはいいか。あ、電池いっぱいもらえる。やったぜ。無尽蔵。ちょっと使ってみるか。飛びたきフラッシュ。そんないい音する？開かない扉や脆い壁などはダイナマイトで破壊することができます。ダイナマイトを置いたらスターライターをつけて、えい、で、着火できます。えい、着火。通る。お、まあ、俺、キーボード操作がね、なかなか、難しいんだよね。ちょっと待って、遊び方。アイテム使用は、これか。あ、ライターあるんじゃん。ライターあるんなら、だいたいうまくいかんか？これは？あ、え？なんだ？コントロールすることでしゃがむことができる。はい。お次、動きが遅くなりますが、足音を立てません。また、天井の低い場所にも入っていくことができます。つまり、足音を立てるとバレちゃうことがある。え、開かない扉、あ、でもこれ開かない扉か。あ、じゃあこれに、アイテムはアイテムはうーん。あ、ケミカルライトとかあるんだ。で、これはおお、投げんなよ。どうやって、どうやって使うんですか。え、本当にこの使い方で合ってる？なんか違うような気っすけど。怖っ。えらい。飛んだ。あお！え？初めからそんなことする？しかもなぜ落ちたところに、電池があんだ。これじゃ持てない。オベリスクの化身。アイテムのオベリスクを使うことでワープすることができます。迷宮内に同調しているオベリスクがある場合は、その場所までワープし、オベリスクを同調しない場合は、ランダムなオベリスクまで選ぶ場合じゃない。オベリスクの同調は一箇所のみに可能であり、新しいオベリスクが同調した場合で、リードの場合は、ああ、なるほど。ワープ地点を登録できるというわけですね。なるほど。
これはケミカルライトか。めっちゃ10本単位でもらえるアイテム。コンパス、なんだコンパスは。あー、まあ、これでマップ把握しようと。あ、そっか、俺これマップ把握しなきゃいけねえんだ。特にさっきの落とされたのはなんだ、そういう仕様なのか。でもこれジャンプできねえよな。川の上に隠れて敵をやり過ごすことができる。しかし必ず安全というわけではなく、敵に見られていたりすぐ近くで入った場合などは開けられてしまうかもしれません。敵が川の上を開けて素振りを見せたとき、もしオビリスクを持っているなら川の上に入ったまま使用することで緊急脱出することができます。ほーん、なるほど、なるほど。火を消す。あー、そんなこともできんだ。あ、俺ライターついたままなんだ。お、めっちゃ助かるねこれ。はい、俺チュートリアルなんだよな。これ倒せるか。基本的に倒せるゲームが好きだがな。あ、まずそのレバーを押そうなんて考えることはなかった。侵入発射の気配を感じ取り、カオケで眠っていたミラーが動き出しました。うん、唐突。視覚と聴覚で侵入者を探しています。視覚あんの。松明やライター、レッドライトをつけている状態だと見つかりやすくなります。あれかな、あの、ただ、ただし、ケミカルライトの光だけは手に見えません。ミュージアムみたいな。ナイトミュージアムだ。思い出した。何か物音を聞くと、その場所まで走って確認しにやってきます。むやみ足回ると、彼らに気づかれてしまうかもしれません。またミラーにはフラッシュが有効です。追いつかれそうな時に使いましょう。はい。おぉ、もう来たぞ。うわ、飛びたきフラッシュだ。ライト切り替え、フラッシュ。でいち早く隠れるわけ。何も見えん。な、何も見えんぞ。あ、近い気がする。何も見えんねんけど。待って、俺チュートリアルで結構ハラハラしてるのはおかしいか。あ、そういうこと、電池が溜まってくっていう、そういうことか。なるほど。電池とは別にチャージがあって、それはこの電池の容量と関係ないわけね。単純に時間かけないとダメなのか。これはいつ出る？めんどくさい、出るか。うえ。さあ、どこに行きました？いねえな。いや、いるな。いんのか？いない。いない。いないじゃん。バレてない。なんだ？急げ！ハッピー！ハッピー！ボー！ハッピー！ボー！えい！チュートリアルでゲームオーバーになるやつ、俺！まあ、そんなこともあったねと。夕日が必ず来るでしょう。あ、では、オビリスク。オビリスクを同調してなかったことを思いついた、今。そうなんだ。普通にバレたった。ようやくここでチュートリアルを。飛ばせない？飛ばせないの？これは。飛ばせない。やばいな。素で叫んじゃった素で叫んじゃったから、早く飛びだけフラッシュを与えたまえ。今カンオケ隠れる。あ、やった、やっと松明の明かりからようやく場所がわかるね。しばらく待機だ。で、右にレバー1ってあるんで、これをやればいいんでしょう。あいつを出し抜かないで。ああ、来たら一応火が点滅するんだね、これ。なるほどね。なるほどね。レッツゴー。めっちゃある、ケミカル。でも俺結構歩いとったけどバレたな。富竹フラッシュするか？いや、右にいんな。あっちにいるのか？右にいるのか？いや、両方にいるぞ。いや、これちょっと先に視線を切ろう。
うわ、このこれに隠れるか。いや、来てるな。これはナイスじゃない？そのためにあんのか、これ。テロテアリーナ。懐かしいな。なんか急に出てきた。中井くんの謎のトカゲ。光が見えてくるっていうことは？遠ざかってる？いや、でも足を、ドックンドックンはまだあるな。OK だ。よし、行こう。動かす。動かしたよ。どこだあそこは。どこだあそこは。俺知らねえぞ。どこだあそこは。俺見たそれ。俺見たかなそれ。で右のルートまだ行ってないんだよね。来たら。結構足速かったよね。このケミカルライトも結構いけそうだな。この低いところはあいつら来れるんかな。ここを抜けて、これはどこに行くんですか。あ、抜けれそうだな。え？なんか近い気がする。なんでしゃがんだ。またあ、ごめん、ちょっとチュートリアルで、あの、ちょ保身を大事にしちゃったら、隣の、両隣のアイテムで、財宝であろうものを全く見逃すという、この、不甲斐ない結果に陥ってしまった。まあ、このかわいい！かわいい！メイジエド、100円ショップでグッズ売ってます。ぜひお買い求めください。もう買っちゃったもん、俺、衝動的に。いいよ。あ、かわいい！足リアル！かわいい！メイキハートがごめん、全然文字見てる。かわいい！つぶらな瞳。神様にかわいいなって言っちゃ失礼なんかもしれんけど、かわいいんだよ。一体どれほど落ちたのだろう。ごめんな、全然アイテム拾ってない。全身が痛むが命は助かったようだ。ごめんな、全然アイテム拾ってない。視界は暗闇とさせており、何も見えない。俺も、なんかすげえ、今更ながらしゃがむボタンをトリガーにしたことをちょっと悔やんでいる。手の感触だけを頼りに、お持ち物を確かめている。おう、ライターはあるか？持っていたものはほとんどなくしてしまったようだが、ヘッドライトとライターだけは無事だった。ごめんな。あ、つまり財宝は全部失うんだな。チュートリアだもんな。俺関係ねえよな、そこ。光源あってよかった。明かりをつけて周囲を確認する。おう、しといてくれ。少し歩いて分かったことは、ここは複雑に入り組んだ迷宮であるということだ。うん。道は複数に枝分かれし、同じような通路が続くので、気を抜けば簡単に迷ってしまうだろう。おう。うん、どうした。それに時折ミイラの声が聞こえてくる。この階層でも動き始めているらしい。ここから脱出したい一心で恐る恐る探索を進めていると、少し大きめの部屋にたどり着いた。仲間は？部屋の中には先ほど開いたものと同じ大扉があった、うん、この先には出口へと続く階段があるはずだ。きっとそうに違いない。ミイラに見つからないようにしながら扉を開くためのレバーを探そう。 OK。こっから本格指導ってやつ ?5 個もあんの？なんでレバーあんの？なあ、説明して。これは？殴るとかはないんだな。おうおうおう、ここにダイナマイトあるってことは誰かここに来たってことなのか？なあ、そういうこと言ってもいい？開閉。開くんかい。いる！これはもうバレ。これはもうバレてる。これ、ちょっと、卑怯じゃないか？ OK？ あ、ハッピー？あ、ハッピー？何言ってんねん。来るな。そう、来るんじゃない。もうダイナマイトってさ、スタンとかできねえの？ダメか。すぐくっついたりするんかね。さあ、どこに行って、ライトでいいや。火をつける。さあどこに行ったのやら。まだボタン操作がねちょっと慣れてないからあれだな。
結構いっぱいあるんだね。基本的にライターでいいんじゃないかとも思いつつね。これしゃがみながら出してない。いいね、ピラミッドって。もうロマンしかない。ここ、ああ、うまく、かいくぐっていけるってことか。足音はしないから、別に問題ないかな。キノコじゃなかった。割れた壺。そう。レバーを探さないといけないんだもんね。全然俺今、あの、マップを全く理解しないからね。マップとはってなってるから。マップ。マップはないのに。頭の中でマップを作れと。やった、初めての。だから、開封す。クラッシュすな。なんか近いぞ。なんか近いぞ。大丈夫か？これ来たら終わりじゃね？こっちか。ライターの火はどうなんだろうな。フラッシュライトのバレるっていうのはわかるけど。でもさっき入り口で待機してた分には、特にバレなかったから、大丈夫かな。消えた。唐突に消えるのはなんだ？消滅してる？わけでもないの。あー、こっちにな。こっちか。いや、隠れよう。あの先にいんのかね。あ、またフラッシュして。なんでこれ、クルパターンでしょ。なんでついてんの。どういう教育してんの。あ、またクラッシュして。なんだ、来るのか。あそこを爆破していきたいところだが。これなんだ、結構壁を越えて感じてしまうのかな、気配を。ふい。まあ俺はもう、ああ、ここぐるっと回ってきた感じか。じゃあ、こっちに、え？ぐるっと回ってきた感じでもなかったね。全然違ったわ。どうした？そんな顔して。うわっ！え？ちょ、あ、あ、あの、ごめんなさい！飛びだけフラッシュ！メジエド！急に来んじゃねえ！まずい。またやるのか。やるしかねえ。ちょっと当たってみたいか。あ、溜まってねえや。え？ん？メジュさん？メジュさん？どうしたの？ついてくるの？ああ、はい。いいけど。いいけどね。何もすんなよ。あ、でも確かにミイラの音ではなかったわ。開かない。メジロ、メジロ、そ、だ、だ、離れろ。死ぬぞ。ライターを出します。火をつけます。下がれば、あ、メジロ、下がれ！どうした？どうした、メジロ？俺が悪いのか？俺が悪いんだな？違う。え、なんだ？お前がそこにいるから。ほら、下がれっつっただろ。めっちゃお怒りです。めちゃめちゃお怒りの人います。打ち倒すものをなんか実績解除したけど、ミイラも打ち倒せるか、もしかして。でもなんか爆発する前になんか叫んだよな。でもなんかメジエドはなんか気まぐれっていう話が一応敵ではあるのか。神を殺してしまった。非常に申し訳ない。もういいかな。オンバイオープン。ごめんな。ごめんで済むかわからんけど、ごめんな。やったぜ。やっとまともな財宝手に入れた。
メシエズさん、メシエズさん、ギップルと張り合えるぞ。足が長年のドロー、すげえな、履くタイプなんだこれ。さあ、ああまあまあ、気を取り直そう、気を取り直そう。まだ俺はレバーを一つも見つけていないところにお気づきでしょうか。あ、ここ、あ、ここ戻ってきたな。戻ってきたのか？え？あ？あ、そうだ。あ、俺ここの扉全然見てなかったんだ。じゃあここも爆破しよう。はい。火をつけてドーン！火をつけてドーン！えい！当たってたー！さあ、ああ、そんなわけで、結構離れないとダメなのか。あれ、俺食らってたんだな、あれな。なるほど、なるほど。ちょっと掴んできたよ。メジエドはとりあえず可愛い。よし。可愛いし、ふんどしタイプ。ふんどしタイプがお好き。スタート地点からってことは、ここは、あれかな。コンティニュー扱いだから、マップは継続なのかな。あ、ダイナマイト持ったままか。なるほど。もうこんなとこあったっけっていうレベルで。これは拾えないのか。こんなとこあったっけレベルなんだよな。もう左側、左。俺は今左を行ってる。あ。いいのね。ここぐるっと回るわけか。さあ、どこでしょう。はあ、目の前通ってくれ、どうせな。あ、いんのか。入ってくんなよ。入ってくる、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 立つ、走る、投げる、わっちゃう、あっ、あっ、ここか。おら、に、お、死んでる、ね、はい、まあそんな感じでとりあえずこんな楽しい楽しいゲームでございます。ね、せめてもうちょっと頑張りたいな。頑張ります。